麻雀遊戯王麻雀遊戯 CM メイク。さあ麻雀遊戯王のさらなる拡散のためにですね、麻雀遊戯王の CM をいい加減作ろうじゃないかというコーナーです、うんうん、こんにちは、イピン君です。マリチューこと長澤まりなです。よろしくお願いいたします。お願いします。さあそして今回ですね、ありがたいことに CM 作りに協力していただくことになりました竹田ボール、よろしくお願いします。勝手に勝手に決めた。いやちょっと聞いてくださいよ、なんか M リーグをご覧になってる皆さんはね、うん、分かると思うんですけど、なんか滝沢さん含めて M リーガーの皆さんが大好きっていう、はいはい、CM がね結構流れてるんじゃないですか、うん、思うんですよね、ずるいな。ずるくないでしょ。絶対みんなマージャン遊戯王のことも好きなはずなんですよ。誰一人に大好きとも言ってくれてないなと思って。言ったことないかもね。ちょっと今減らってまして、ミンミン君的にはメンタルね、減らっちゃったの、はいはい、我々マージャン遊戯王は愛してるというよりも愛されたいマジでなので、はい、逆チンキキッズでやろうと思ってますので、ちょっと誰かに大好きって言ってほしいなと思った時に、やっぱりそういう CM が作りたいなと思いまして、ちょっと滝沢さんに白羽の矢を立てたわけでございます。はい、嫌ですね。いやでも滝沢さんもね、あの CM 出られてたじゃないですか、はい、まあ、滝沢さんって、まあ、元よりそのお芝居的なことといいますか、ああいうものっていうのは自分が絶対そういうのができないからやりたくないですってお話をで、イピンも前から聞いてあったんです、はい、ヒストリーでもお話されてましたけども、やっぱり自分ができないことっていうのはやらないっていう正義を持っている方だというのも存じ上げておりますので、なるほどということで我々避けておりました、はい、やってんじゃん。やってないっすよ。大好きって言った後のちょっとはにかむ感じも含めて、我々はちょっとあれはあれが演技だったらやってんじゃんってなるんですけど、はい、演技じゃないですもん、ね、もうあれはもうそのままの滝沢だということですね。そうです。なるほど。だとしたらちょっとそれを麻雀遊戯王で見せていただきたい。無理やりだね。でもやっぱ作りたいですよね、マリちゃんね、欲しいですし、欲しいです。で、まあ、今回はちょっと CM でもよくジングルというやつをちょっと作りたいなと思いまして、はいはいはい、例えばあの YouTube とかでもよくあります、動画が流れてて途中で一回ちょっとジングルっていうのを挟んでまた違う場面に使うみたいな、はい、ああいうものをちょっとねいただきたいなと思いまして、ただやっぱり大好きっていうのは滝沢さんも、まあ、あの時にちょっと苦手だとおっしゃってましたし、パクリだしね、パクリだし、ね、全然大好きじゃないですよ。だってマージャン遊戯王が大好きとか言ってますね。ただまあちょっといろんなパターンがあった方がいいんじゃないかと思って、我々何個かパターンを案を出してきましたので、はい、見ていただいた上でこれならできますっていうのをちょっと選んでいただいて、はい、ジングル撮りたいな、まあ、選ばなきゃいけないんですよね。もう1個は確実に選んでいただきたいと思います、はい、でもなんかやりやすいものばっかり。あ、本当ですか。あ、ぜひ確認して。じゃあ全然やります。はい、よかった。で、マリチョウさんもね、お手本どうぞね。あ、はい、もちろん、はい、これもプロだから。そう、マリチョウさんはプロですから全然余裕ですよ、はい、ちょっと早速それね、案をちょっといくつか見ていただきましょう。まあ、まずはですね、先ほどね、もうずっと出してましたけどもやっぱ大好きはい、これは一個候補です。これ一個候補、ね、じゃあちょっとマリチューさんにお手本見せていただきましょう。マリチューさん、麻雀遊戯王大好き。あ、はい、わかりました。麻雀遊戯王大好き。素晴らしい。すごい。いやいや、できますよ、誰でもできますよ。そんなすごくない。使いたかったな、これ。使わないかい。せっかく取ったから使えよ、はい、でもね、マリチューさん、さすがだなと。ありがとうございます、はい、でも滝沢さんはこれだっていうものを1個やっていただくので、はい、滝沢さんにはもう振りません。最後に決めたものをやっていただきたいと思います、はい、これがね、まず1個。続きましてこちら、チャンネル登録よろしく。いいじゃん、いいじゃん、ね、マージャン営業、うん、チャンネル登録よろしく。はい、普通これなんかでもね、いけそうな感じしますよね、はい、宣伝になります、これで。滝沢さん、はい、まだ6個ぐらいあるんですよ、そんなに。結構あるな。やっぱりこれ何ができるかっていうのはやっぱやりたいんですから、はい、これもちょっと候補としてありました、はいはい、続いていきましょう、はい、君に決めた、うん、はい、ちょっとね、ボールを持って駆け回る少年っぽい感じでね、うんうん、はい、いいと思います、はい、麻雀遊戯王、君に決めた、あー、いいですね、いいですねっていう感じ、はい、言ったことないから分かんないですけど、でもなんかまあできそうな感じはありますよね、うん、はい、イーピン君の声いいな。ダメです、ダメです、はい、ダメですか。竹田さんです、竹田さんです。もうイーピン君はもう動けないですから、そこにいるわけですから。で、続いて絶対見てくれよな。マジで言うよ、絶対見てくれよな。だからもうこのジングルを撮る場合は最初にオスオラ竹田を、オスオラ竹田はマジで言うよ、絶対見てくれよな。これはいけるんじゃないですか。まあ、笑わないでできるからですね。笑わないで。これ本当に変なんですけど、はいはい、お酒飲んでるとできるんですよ。そう。いや、いずれもよかった。多分できる気がするっていう、もうスイッチが入ったらやってくれると思うので。でもやっぱ我々は真正面から白羽の滝沢さんにお願いしたいと思ってます。はい。絶対見てくれよ。できるできるできる。じゃ続いていきましょう。お前の死ぬ。麻雀遊戯王。死ぬ。全部パクリじゃないですか。パクリというか。
パクリというか、ね、あるね、もう、はい、でもなんとなくある方が分かりやすいかなと思いまして、うん、これぐらいだったらなんかイメージをつきやすいじゃないですか。逆にこうディスるスタイル、お前欲しいねディスるスタイルによりちょっとね興味を引いちゃう感じ、はいはい、でもこれはもうお前はもう死んでるの前にもしできればですけど、あーパパパパやばパマジに言うお前はもう死んでいる。マイクとかあればまだなんかマイクあってお酒があったらいけるいろいろとってね、春が必要だと思います、はい、で続きましていきましょう。出てこいやこれもじゃん出てこいやマージャン遊戯王出てこいや高田さん、これもやっぱりねちょっと熱い、想像しやすい、ね、俺はこれなんかやったらやったでちょっと照れがあるとか、はい、声が小さいとか言われる、ね、まあまあ、あの指導は入れさせていただきますが、ね、はい、ちゃんとやらないとちゃんとやらないといけない。さあそして、まあ、次が一番やりやすいかもしれないですね。言葉がシンプルなのでフォーマージャン遊戯王フォーそうです、両手を広げていただいて ACC さんってことですか。そうですね、ちょっとハードな感じの既存なものばっかりだ既存のものばっかりといいますか、まあ、馴染みの、ね、あるものばっかりですけど、もうそれがね、もしちょっと違うなっていうのであればちょっとこちら、ファイトクラブのポーズ。無言ですか。無言です、マージャン遊戯王って言ってこう美里さんがよくやってくれます、はい、これもまあまあでもあるかなと思うんですよ。でポーズだとするともう一個こちら、今日車で送ってもらえますかのポーズ、はい、これ富澤さんにしかできない、はい、マージャン遊戯王昨日ね送ってもらって、あ、昨日そうですね、はい、強引に褒めまくって、うん、はい、やっぱりあんまん積もっちゃいますよねラスカイ日もいっちゃうんじゃないですか、はい、ずっと日吉さんと褒めまくって、はい、あ、これ言えばいいなって、右に曲がるときは特にかっこいい、運転してる姿もかっこいいな、はい、スキルも右行った後、その後左がかっこいい、はい、で、こう家までこう送らせようとしたんですよ、はい、ダメだったダメだったか右左を操作させて家まで送ろうとした、はい、そう操作してたその後ね、まっすぐ走ってる姿みたいです次の信号を左に曲がるところは見たいみたいな締めますよねっつっていやー敵もさることだから強いですね。我々の悪ふざけのもありましたけども、やっぱこれ滝沢さんのポーズとしてはすごく今なんか定着しちゃってる感じがありまして、あれ以来大会とかいろんな地方のゲスト行ったりした時に、はい、写真撮ってください、はい、これでお願いしますお願いしますなんか有名な運転手みたいなそうですね、運転しない方なのに、はい、で、まあ、でもこれはちょっと滝沢さんらしさということでちょっとこれも候補に入れさせていただきまして、以上ですね、はい、今すべての候補が出揃いまして、どれがいいですか。決まってるんじゃないですか僕は選んでいる、あ、この中から、はい、から僕はチャンネル登録よろしくっていうのを選んだら、はい、ずっこけないですかでもチャンネル登録よろしくって言われたら、ああいいと思いますよ、あと2つっていう選ぶまでやりますね、やっぱ2つぐらいは欲しいかな、3つぐらいあるバリエーションがいいかな、ね、高い声出すやつとかちょっと無理なの、はい、なるほど、わかりました。じゃあ、ケンシロウはまずない、はい、はい。チャンネル登録よろしくお願いしますは、ちょっと1個いただきたいなと。はい、で、あと、あのイーピン君は共有はしません。おっそら滝沢。やってくれるんですか？絶対見てくれよな。いや、まあ、やってくれるぞ。これはすごくいいですよ。じゃあ、それでにしますか。ありがとうございます。はい、だって選ばないと。なんだか胸が締め付けられる、はい、すごく選んでいただきたい気持ちを選ばなければいけないっていうふうに言い換えたとしたらそれはその通りで、あと一つ、はい、せっかくですから車で送ってもらうポーズもちょっとやってもらっていいですか。そうですよね、これどっかでまたこれでお願いしますって言われちゃうんだよなまた増えますね、すいません、ちょっと変なキャラがついてしまいましたね。いや、ありがたいんですけど、嫌は嫌ですねまあ我々も性格が悪いのでありがたいんですけどで編集を切ろう嫌は嫌ですよね、ちょっともしかしたら切れちゃうかもしれないですね、はい、はい、じゃあその3つでありがとうございます。3つじゃねえかどんだふわーっと言ってたんだけどな、はい、今からちょっと早速撮らせていただきますので、早速締めた後にちょっと撮らせていただきますので、はい、ちょっと楽しみにしていただいて、楽しみ、はい、ということで滝沢プロちょっと、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、あ、この動画が面白かった、また滝沢さんの新たな姿見たいと思ったらぜひチャンネル登録そして高評価お願いいたします。ということで今日はここまで、まったね。麻雀遊戯王チャンネル登録よろしく。麻雀遊戯王。ボス、オラ滝沢。
麻雀遊戯王絶対見てくれよな。オラ滝沢。じゃあ。